兄貴、理由も聞かずに俺を信じて大海原、大海原、これ読みづらい、言ってくれてマジで感謝っす。あの船で何があったのか、そしてビップルームにあった大事なものが何なのか。あの船っていうのはあのピーチの船だったんだけどピーチを助けることはできなかったね。すべてお話しするっす。そう、お前ちょっと謎が多すぎるんだよ。あれは仲間のボム兵たちとプリンセスピーチ号で船旅をしていた時のこと。あ、結構優雅なことやってるね。俺たちはビップルームを借り切って大いに旅を楽しんでました。ビップルームかい。あ、これ前回戦ったね。すると突然海の中からあのボス月相が現れピーチ号を襲ったんす。俺たちは船を守るため体を張って戦いました。その時なんかボム兵なんか真面目に戦ってる感じがしないんだけどな。俺は頭の導火線を吹き飛ばされ大海原に投げ出されたんす。あ、真ん中にいるやつだね、あれ。あ、確かにちょん切れてるでも火がついてるから良かったんじゃないのね。爆発する寸前だったんじゃないの。そうか、あの導火線がないから、だから記憶がなかったのか。海に落ちたショックで記憶を失った、あ、近かったわ普通に海に落ちたショックで記憶を失ったんだね。やがてキノピオタウンに流れ着き、記憶を取り戻すため自分探しのために出たというわけです。そういうことだったのか。そしてあの時オエドランドで兄貴たちと一緒に見た花火、あれでボスゲッソーとの戦いを思い出し、全ての記憶が戻ったんす。でも記憶が戻って本当に良かったっす。オリビアさんを助けるための大事なことも思い出せましたからね。若くして故障でスクラップになった俺の幼馴染、その忘れ形見としていつも持ち歩いていたあいつの導火線を、中身が導火線だったのか、あのビップルームに置いたままにしてたんすよ。なるほど、そういうことか。兄貴、最後に大事な仲間を助けることができるなんて、ボム兵冥利に尽きるってもんす。最後ってなんだおい、最後って何。これでついに幼馴染のあいつと一緒に一枚のボム兵になれる気がするっす。兄貴、兄貴とオリビアさんと旅ができて本当に楽しかったっす。ありがとうっす。あいつもなんか巻き添え食らってない？焦げてるんですけど。突然の別れじゃん。悲しすぎる。大丈夫かな？わ、マリオさんが助けてくれたの。ちょっと待って。爆発に巻き込まれたんだよね。大丈夫？めっちゃ笑顔なんだけど。もう重くて重くて苦しく苦しくて、とっても辛かったですわ。今悲しいことが起きたんだよ、でも。あ、すごい、あんな大きな岩が粉々ですわ。一体どうやって、まるでドッカンと。あ、マリオの帽子が。ねえ、ボム兵さんは？さっきから姿が見えないですわ。マリオさん？まさか、ボム兵さんが、ドカーンとあの岩を。そんな、そんな、そんな、行っちゃった。おい、ちょっと待て。あ、風抜けるトンネルだって。チョロップがいる。さっきちっこい女の子がすごい勢いでここを通っていったんよ。あ、こっち、あ、ま、あ、真正面じゃなくてこっちですか。お、
チョロプーがたくさんいるね。穴掘ってたんだ。助けたつもりだったんだけどな。いた！こんなところに泣いてんだ。くすんくすん。ボム兵さんが私のために。いやー、いや俺もまさか自爆すると思ってなかった。いなくなっちゃった。こんな悲しい気持ちのままで私も旅なんて続けられない。兄、え？兄貴って言っちゃう今。兄貴、オリビアさん、かなり落ち込んでるみたいっすね。このままじゃ、助けた俺も切ないっす。でも兄貴ならきっと、オリビアさんを元気づけてあげられるんじゃないですかね。ほら、あれがあるじゃないっすか、鉄板ネタのあれっすよ。さあもう一度、オリビアさんのところに行って、いつもの笑顔に戻してあげるっす。オリビアこれで爆笑してたもんな。もうずるいですわマリオさん、そんなんで無理やり笑わそうだなんて。でもありがとう、おかげで気持ちがふわっと軽くなりましたわ。そうですわね。こんなところでいつまでもメソメソしてたらダメですわ。そんなのきっと、ボブ兵さんだって望んでいないはず。私頑張る。必ず兄上を止めてみせます。マリオさん、改めてよろしくお願いします。よーし、早速黄色の紙テープに向かって出発ですわ。よかった、元気出してくれて。でもボム兵がいなくなっちゃったよ、仲間だったのに。そうそう、このトンネルを抜けて紙テープを目指すんでしたわね。よーし、張り切っていきますわよ。あれ？なんだかボム兵さんが近くにいるような。そっか。ボム兵さんは私たちの思い出の中で見守ってくれてるんですわ。ボム兵さん、私頑張ります。もう出てきてくんないのかな、あのボム兵の幽霊。悲しいな。あ！よく見たらなんかお菓子のこのチャックみたいなやつあるね。あのお菓子の、まあ、いいや、もう。掴んで、うわー、これ気持ちいいんだよ。めっちゃ気持ちいい、これ。バリっていう感じが。おお。私、キノピオモータースエンジニアでメカニックのセールスマン、キノピオです。助けていただいたお礼に、そちらのブーツカーを差し上げます。あ、これブーツカー。最高出力150、ヨッシー、ヨッシーって何これ。あ、そっか、100馬力の馬力がヨッシーになってんのか。だから150匹分のヨッシーの力か。と、キノピオモータースが開発したブーツカーの最新モデルです。この先に広がる広い焼け砂砂漠、焼け砂砂漠だって。素早く快適に移動できますよ。あー、それ、鍵か。あ、違う、ホイッスルだって。近くで、ここか。なんかそんなんでいいの。さすがコクピット姿が様になってますね。お、 L で移動しながら ZR で加速だって。よっしゃ、行くか。折り紙兵とか引くことはできるらしいぞ。ええー、
これ加速状態じゃないと、あれか、バトルになっちゃうのかな、もしかして。ここが砂漠、意外と暗くて、涼しいんですわね。今夜なのかな？砂漠ってもっと、お日様ギラギラみたいな感じだと思ってたけど、行ってみよう。